まだ動力が生きてるんだ。あ、フィオル、どうしたのだ。みんな、ついてきて。なんだこれ。ここにあるみたいだけど、これ映像だ。嘘だろ。あ、本当だ。これは遠い遠い過去の記憶。フィオル、かつてこの地を去るマシーナが自分たちのことを知ってほしくて残した記憶。この声は古の時代、この世界に巨神と鬼神が現れた時、私も誕生しました。巨神の魂と同じように、私もまた鬼神の魂としてこの世界に存在を許されたのです。私はこの鬼神界に自らの子を誕生させ、この体を得ました。彼らはマシーナと名乗り、鬼神界を命あふれる世界に変えていったのです。マシーナは高度な文明を築き、巨大な都市を作り上げるまでに至りました。この街って…昔はこんなに栄えていたんだ。穏やかな心を持つマシーナたちも、私を愛し平和に暮らしておりました。そしてそれは巨神界でも同じでした。彼らは自分たちの文明の産物を巨神界の生命たちにも惜しみなく分け与えていました。二つの世界は共に発展していくかと思えたのです。そんな時、恐ろしい運命が彼らの頭上に舞い降りたのです。なぜ巨神が。巨神は光の剣を手にマシーナたちを滅ぼそうとしました。あれはテレシア。私はマシーナを救おうと巨神にザンザに立ち向かいました。ザンザだって。長きにわたって続きました。ザンザも私も己の生命力を削りながら戦いを続けたのです。しかしついに決着の時が訪れました。
ザンザはこの時監獄島に、私が深手を与えた隙をついて巨神界の生命がザンザを封印したのです。ですが私もまたザンザとの戦いで生命力をひどく消耗していました。マシーナのわずかな生き残りたちに私は告げました。巨神は未だ滅んでいないこと、いつか蘇るであろうことを。僕がこの手でそれを。そして私は深く長い眠りについたのです。来たるべきザンザの復活に備えて。そうだったんだ、あなたのやりたかったこと。巨神と鬼神の戦いを止めたかったんだね、フィオルン。そうか、君の中にいたのは。そう、自由に活動する体を求めていたメイナス様のために私が魂を移したのです。エギルの鬼神兵によって偶然捕獲されたあなたの体に。なぜ私の体でなければならなかったの？それはあなたがモナドの後継者シュルクに近しい人物であったから。この町が廃墟になったのは私たちが暮らす大地、巨神のせいだった。こんな姿を見たら巨神が蘇るのを止めたいって気持ちもわかるけど。だけどさ、だからって俺たちホムスを殺すってのは筋違いだろ。その通りだ。たとえマシーナが悲劇にあったからといって鬼神兵が巨神界にしてきたことが許されるわけじゃない。気がかりなのはあの巨神が持っていたモナドだ。巨神界に伝わる伝承通りだとはいえ、やはりな。これは危険な力なんだろうか。だがお前は立派に使いこなしてきたぞシルク。俺のように力に負けてしまうことはなかった。そうだよ、お前がモナドを使ってくれなかったら俺たちとっくに死んでたぜ。だけどこの剣を僕に託したザンザは。今モナドを振るっているのはザンザではない、シルク、あなたなのです。メイナス様がフィオルンをよりしろに選んだ理由もそこにあるのでしょう。モナドを振るう者の悲劇を二度と繰り返させないために。モナドを振るう者の悲劇、シルク、信じるのです。自らが選び歩んできた道と共に歩んだ仲間たちのことを。メイナス様はかつてこうおっしゃっていました。モナドは唯一無二のものではない、この世界に生きるもの一人一人が持っている光なのだと。光？それはどういう意味なんでしょうか。どんなに辛い状況でも生き抜こうとする人の意志の力、命の光。メイナス様はあなた方にその光明を見出したのかもしれません。あの先にメイナス神殿があります。エギルはそこにいるはず。あなた方の目的はエギルを倒すこと。今もそれに変わりはありませんか。僕たちはこの鬼神界の歴史を垣間見た。話し合う余地は残っていると思います。けれどもし。そうですか、それをあなた方の決意として受け取りましょう。私は今一度エギルを説得してみます。それでも彼が変わらないときは。
バネアさん。バネアさん、エギルを説得すると言ってたけど大丈夫かしら。僕たちも後を追わなきゃ。けどよ、こっからどうやって神殿に行く。この先に神殿へと至る転送装置があるわ。装置を起動させるには、その手前に建てられたあの4本の塔、その基部にある認証装置を使って装置のロックを解除する必要がある。ピオール、なんでそんなこと知っているんだもん。メイナスの記憶、彼女が教えてくれているんだと思う。認証装置の解除の方法はわかる？多分この体自体が鍵になっているはずよ。そうか、とにかく急ごう。